はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、眉使ってますか？俺も最近使い始めたんですけども、やはり強いですよね。やっぱり眉っていうと、クイーンオブハートで攻撃力が爆上がりして強いイメージがありますよね。確かに強いんです。でも、もう一個、ものすごい強さを秘めてるんですよ。それが、パネルです。スキルパネル。あれがね、他のキャラクターとは段違いな、能力の上がり方をするんですよね。それでは、眉のスキルパネル見ていきましょう。見てほしいのが、格闘スキルのパネルのところですね。これです。格闘時の攻撃力が70増える。ですね。これが数値が異常なんですよ。他の装備なんかを見てみると、攻撃力が10増えるとか、まあ、10増えるやつでも結構多い方なんですよ。でもこれって70増えるんですよ。もうこの数値がまずものすごい異常なんですよね。で、スキルパネルを、レベルアップさせます。そうすると、さっき70だったやつが、130増えます。プラス60なんですよ。頭がおかしい。他の、武器スキルの攻撃力を上げるところをレベル5にしたって、元の攻撃力からプラス15とか20とか、それぐらいしか上がらないんですよ。この上がり幅は異常です。で、攻撃力が上がるパネルが4つあります。ここと、ここと、ここと、ここ。このすべてを、レベル5ないし4にすると攻撃力がもう全然変わります。で、そして、眉のメインウェポンとなるこれ、聖剣爆撃。このね、効果がすごいんですよ。ダメージが 18% も上がって、さらに会心率が 6%。これがすごいんですよ。聖剣爆撃って、もともと会心率ものすごい高いんですけども、それにさらに会心率 6%。これはね、めちゃくちゃやばいです。ということで、今日は、格闘スキル、これの攻撃力、そしてクリティカル率を極限まで上げた眉を使っていきましょう。やばいぐらい強いよ。それでは、まずは、ダメージがどれぐらい増えるのか見ていきたいと思います。まず、これ、スキルパネル何もつけておりません。そして、強化魔法なども一切かかっておりません。この状態で、聖剣爆撃、打ってみましょう。544。まあ、そうですね。550前後、それぐらいのダメージになると思います。次は、スキルパネルなしの、クイーンオブハート、そしてバイキルトが入っております。聖剣爆撃でのダメージはこれぐらいです。1299。まあ、1300ぐらいまで上がります。かなり強いよね。それでは、これがスキルパネルをすべて埋めてきた眉ですね。強化魔法などは今一切入っておりません。ノーマルの状態で聖剣爆撃打ってみましょう。951。だいぶ上がりましたよね。むちゃくちゃ上がったでしょ。では次、クイーンオブハートとバイキルト両方入れた状態で聖剣爆撃打ってみましょう。1876。かなり強いですよね。では、ゴールドマンマックス戦っていきましょう。お、スーパーハイテンション。ちょっと手前で止めてたんだけども、なりましたね。今回が、主人公、そして眉2体で、アタッカーをしております。まずは一括でひるませると。アタッカー2枚だからね、結構早く倒せるとは思うんですけども、どうでしょうか。はい。あ、このキラキラポーン、弓でも、できるみたいですね。でもあれは必殺技なので、ちょっとね、ゲージは貯めときたいので、このまま行きます。で、次、ここでクイーンオブハート入れましょうか。勝利を手に、いざ。
クイーンオブハート。で、お、必殺技このまま入れて、あー、でもなー、いいか。必殺技入れていいか。うん、できればね、バイキルトまで入れてから、打ち込みたかったですけども、うん、まあいいや。バイキルト入れて、打ち込むことがあるかもしれない。この後でもね、溜まってから。とりあえずどれぐらいダメージを与えれるのか、いきます。結構いくでしょう。どこやら、5202。あ、なるほど。スキルパネル、全くつけておらず、で、クイーンオブハートとバイキルト入れた状態で、5700だったのよ。なので、バイキルトなしで、このダメージ出るので、バイキルト入れたら、これ、7000か8000近くいくんじゃない？まあ、多分それぐらいいきそうな気がしますけどね。まあ、うん、バイキルトをちょっと隙を見て、入れましょうか。なんとか入れれればいいな。はい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 。おお。あ、でもフーラがなったところでな。別にいいかな。で、聖剣爆撃。うお、3000。会心の一撃がやばすぎる。じゃあここでさ、バイキルト入れとこうか。ね。ここで入れとけば、いい感じでしょう。おい！ははは、直接攻撃してきたか。まあ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 、仕方ないね。こいつはなんか、怒った時に一回、やってくるもんね。避けれなかったらやっぱ、もろに食らっちゃうよね。オッケー、キラキラポーンで、ちょっととりあえず、元に戻しましょう。うん。どうしようか。まあまあ、回復だろうね。一応念のためのね。じゃあ。お、ラグラスは、なったっていうことは、回復がもう、十分ぐらいになったね。いいね。聖剣。うん。会心の一撃が出ないと、そこまで火力は出ないですね。やっぱ会心の一撃ありきみたいなところがあるのか。でも、2回に1回、もしくは、3回に1回ぐらいは、会心の一撃出るので、大丈夫です。はい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 。まあ、こうなりましたらば、主人公が今のところ攻撃力が高いと思うので、主人公は通常で攻撃を入れて、で、マイユでロストアタックを入れましょうか。ね。おお、もう敵の HP 結構減ってるよ。キラキラポーンはとりあえず入れとかないとまずいので、キラキラポーンは入れていきましょう。ベホマラー。回復するね。テンションアップ時は回復量が違う。オッケー、どんどん行こう。あー、クイーンオブハート入れる？もう入れなくて良さそうね。いや、一応入れるか。あー、これはクイーンオブハートとバイキルト入った状態での、必殺技は見せれないな。まあの、この後やってみて、それを挟みます、動画に。うん、これぐらいダメージあったよっていうのを途中で挟みますので、よろしくお願いします。はい、まあとりあえず倒そう。いいね。で、あ、ミスった。危ない危ない、ロストアタックスとなった。早っ、めちゃくちゃ倒すの早い。33手でした。これは早かったよ。はい。ということで、今日はスキルパネルで超強化されたマイユ使ってみました。めちゃくちゃ強い。攻撃力は一番高いかな。いや、でもね、会心の一撃が出ない時は主人公の方が上なんですよね。うん、まあ、どっちの方が好きかっていうところじゃないですか。俺はどっちとも好きです。もう両方とも入れようと思います。
はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。